はい、今3時10分です。もう今、いぶきくんもね、帰って、いつも一人なんですけど、こちら、パッと見、どっちかどっちかわからなくなってしまうくらい寝てるんですけどね。こちら、M1 ですね。で、こっちが S1 になります。今ちょっと電源入れてたんですけど、はい。比べてみると、ローター的には、ほぼ同じかなと思いますんでね、同じ、グレードというか、クラスですね、はい。で、マストから、マストからぐーっと下げていくとテールが、M1 の方がちょっと長いですね。はい。ローターは同じなのに、こんな感じです。その分、やっぱし、ちょっとは、こっちの方がね、やっぱし重いんじゃないかなと思います。アルミのね、分量も、アルミもね、ちょっと厚みがありますしね。はい。で、スキットもちょっと違うんですね。こんな感じで少しずつ、軽量化みたいな感じになっています。はい。モーターは、若干、S1 の方がね、径が、どのくらいだろう ?1 ミリ、1ミリか、そんな感じに、ちょっと、一回りちっちゃいかなっていう感じですかね。で、こちらはね、下にコイルがあってね、上が、軸っていうか、缶なんですけど、こっちはその逆でね、下に缶があるんですよね。で、こっちは裏がもう、コイルになってます。要は、こんな感じ。こっちがこうで、要は逆さま状態みたいな感じですね。はい。メカ的にはこんな、ブラシレスなんでね、3本接続するとこがあって、こちらも、基板もこんな感じで、サーボが奥側にまとめられてます。はい。こちらはね、もう Bluetooth がある分1個余分にね、差し込みがありますけどね。で、こちらはボタン、こっちでね、設定するんでね、こちらでボタンで設定しています。こんな感じですかね。どちらもね、サーボは、プラスチックケースになっております。で、ギアは金属ギアですね。リンケージ的には多分、長さは同じじゃないかなと思いますけど、スワッシュはね、どうだろう。スワッシュ似てるな。似てる。ちょっと違うけど、ちょっと違うか。やっぱしこっちのが、肉厚ですね。この上か、ここ。肉厚ですね。こちらはね、ここ、結構薄いです。はい。こんだけ、あっちこっちとね、軽量化してますね。下のね、下側の受けもね、こちら、このぐらい薄いんですけどね、こちらはちょっと分厚いですね。あとはこちらはね、ほんとカーボン仕様でなってるんで、ところどころはプラスチックなんですけど、こちらは、S の方はね、S じゃねえ、M か、の方は全部オールプラスチックになってます。こちらは本当にね、下、モーターがぶれないように、下もね、ベアリングで、固定されてて、作りはいい感じはします。強度的にも、どうだろうな、許容範囲の強度的なものだと思いますしね。ここもね、ちゃんとアルミで、サーボのね、マウント、いい作りしてます。こちらを、こちらのね、M の方はね、ここ真ん中から1本ずつ出てますね。若干、全体的にこちら肉厚で作られている感じかな。ヘッドグリップの方は、
ほぼ同じような作りですけど、うん、グリップのこの高さがちょっとね、やっぱしちょっと大きいかな。 M の方はちょっとね、やっぱ全体的に気持ち一回り大きいのかなっていう感じになってます。こちらが電池は 縦長で入れると、こちらは横長で入れるとなってます。ペラはテールのローターは同じ感じですね、これ、はい、同じ感じのローターで、多分ねじりも、ねじり深さもね、同じですね。ピッチ的なねじりも同じです。ツヤがあるかないかの問題ですね。なので、テールローターは使い回しが効きそうです。はい、テールのブラシレスモーターは、これは管の太さが、厚みがね、ちょっと違うけど、はい、まあ、K はね、こちらのね、S の方が K は大きいです。うん、スピード系かトルク系かっていう感じかな。はい、でこちらは尾翼、ここなんかゴブリンっぽいな、うん、まあ、これもねどうもよく見るとこう、うっすらとねカーボンの模様が見えるんで、黒いところにねカーボンに色塗ってる感じですね。でこちらはもうプラスチック、うん、と結構ほんと材料削減みたいな感じですけど、で金額としてはねほぼ同じか、こちらがまあ海外で買った場合、まあ日本だとどうなんだろう、やっぱし同じぐらいの値段になるんじゃないかなと思います。はい、ちなみにこちら自分何もだっけ3万いかないぐらいで買ってます。こちらはね ネオヘリさんとかかなで買ったんで、何ぼだっけ3万6000円ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、はい、ということで、ちょっとみんな帰ったんでね、さっき Bluetooth を見たんですよ。するとね、キャンセル、こんだけ、減ってます。今これ自分の iPhone とね、もう一個の iPhoneなんかちょっとわかんないやつが出てますんで、とりあえずこれをねつなぐと、今までねちょっとガーっていっぱいあったんですけどね、それが今ここ出ましたね、グースカイ、繋がったらどうも消えるっぽいんでね。あ、でもタイムアウトになった。